金広市陳は大韓民国の元軍人、元国防部長官、元国家安全保障室長、陸軍において野戦部隊や戦略部署などを渡り歩き、野戦戦略通であるとされる。2010年3月26日に発生した海軍の歩行級コルベット天安の沈没事件を受け、当時国防部長官であった金大栄は辞意を表明したが、 その後も職に泊まり残務処理を行っていた。しかし、同年11月23日には延べつぼ、島砲撃事件が発生し、軍人、民間人に死傷者が出る事態となった。この際、韓国軍側の対応に問題があったとして、金大英は11月25日付で、李明博大統領に辞表を提出。一時は、李博ロ元大統領出安保特別補佐官が、 合計に決まったと報じられたが、すぐに、金広市陳の長官内定が報じられた。国会承認に向けた、人事聴門会では北朝鮮が再度砲撃を、行えば空爆も辞さないと発言するなど、強硬姿勢を鮮明にした。同年12月4日に正式就任し、その日のうちに野別坊島を訪問した。僕国政権への政権交代後は、長官職を退任し、 地方に戻って、しばらく休養を取るつもりで、交換整理を進めていた。僕国大統領が指名していた、次期国防部長官候補である金、兵官隊役陸軍大将の身辺で、次々と疑惑やスキャンダルが報じられ、同大将が指名事態に追い込まれたことから、壊れてそのまま留任することとなった。この事態、留任劇の背景には、 陸軍主管学校28期の同期である、金正主と金広志陳、僕高烈の3人と、金平官の間のわだかまりがあると指摘する報道もあった。大統領が交代した際に国防部長官が留任するのは史上初めてのことである。2014年6月29日に国防長官を退任し、国家安全保障室長に就任した。 2014年10月4日、竜基地在統一省と共に、2014年アジア協議、大会閉会式に合わせて訪韓した、北朝鮮の最高幹部3名と会談し、今後の南北交換協議の開催に同意した。2015年8月4日に発生した、軍事境界線の非武装中立地帯に仕掛けられていた、地雷の爆発で、韓国軍兵士2名が足を切断する重傷を負った、 事件を受けて8月10日に韓国政府は北朝鮮による仕業と発表、報復措置として北朝鮮に向けた大型拡声機で金正恩体制を批判する政治宣伝放送を始めた。これに北朝鮮側が反発し8月22日17時30分までに放送をやめなければ軍事的報復措置を取るとして準戦時体制への移行を宣言し、 南北間の緊張が高まっていた。これを受けて、同22日夜から25日未明にかけて、韓国側から金広し鎮と、高広し灼闘一章、北朝鮮側からは、郝日の江井と、金守立が出席して、反論点で会談を行い、北朝鮮が、地雷事件に、遺憾を表明することを、交換条件に、韓国が放送を中止することなどに合意した。韓国側から、 国家安全保障室長の金広市陳と統一省、北朝鮮側から公費のえずいと、金守る立てという顔ぶれは、2014年10月の会談と同一であり、南北の交渉窓口としては最高位のものであった。2017年5月、文在寅政権の誕生により退任した。2017年11月、ソウル中央地検により、軍警法違反の容疑で逮捕された。 国防省時代に軍サイバー司令部にインターネット上でリ明キヒロ政権を擁護し革新系野党を非難するコメントを組織的に書き込ませて世論工作をした容疑の他にも司令部要員の採用の際に革新系勢力が強い全羅道出身者を排除した職権乱用の疑いも持たれている。これに対して金は北朝鮮による対韓世論工作へ対応した。 通常の作戦であったとして、容疑を否認しているほか、李明弘からの指示であったことも供述しているという。ソウル中央裁判所は同月中に、犯罪が成立するかどうかに対する争いの余地があるとして、釈放を決めた。ありがとうございます。